神戸三宮の東遊園地からお伝えします。今朝の神戸市は手元の温度計で0度になる時間帯もあったんですが、早くから大勢の人が訪れ、思い思いに追悼の時間を過ごしています。6434人の命が奪われた阪神・淡路大震災の発生から今日で29年。地震発生時刻には黙祷が捧げられました。黙祷。息子はね、一番心に残ってるのは読本を読む子でした。で、おかんこれ読み、これはええでとか言ってくれましたし、3人兄弟の長男でしたからね。弟はね、兄はヒーローだった言うて泣きました。本当ね、生きてくれてたらどんだけ頼りになったらと思います。今年の元日には能登半島地震が起きました。今回灯籠で描かれた共にという言葉には、能登半島地震の被災者に寄り添うという思い、そして若い世代と共に過去の災害の記憶をつなぎ、未来の災害への備えも考えていくという決意が込められています。